炎章殿ではいかがであろう。では負傷この炎章、総大将の任受けたまわったからには一命を賭して逆賊董卓を打ち滅ぼしてみせよう。連合軍が進撃を開始しました。お供いたしとうございます。豪金の乱は討伐軍の奮闘により一応の平定を見た。しかし天下は未だ混乱の中にあった。こうした時期に台頭し権力を握ったのが董卓である。幼い皇帝を擁して都洛陽に入城した董卓は軍権を掌握するとともに猛将呂布を味方につけ、その強大な軍事力を背景に非道な恐怖政治を行った。強権を振るう董卓に不満を抱いた各地の軍友は曹操の発した董卓討つべしの檄文に応え一斉に挙兵した。ここに炎章を名手とする反董卓連合軍が結成されたのである。初兵2年、ついに洛陽の東で両軍が激突する。軍事上の要衝にして難攻不落を謳われる治水艦、五郎艦をめぐって今しも戦いが繰り広げられようとしていた。孫権軍は正面より、曹操軍は山上より止水艦へ。背後の炎術軍と攻撃せよ。劉備軍は迂回して五郎艦を目指せ。なかなかの腕前だの。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。我らも後れを取ってはならんぞ。
大器連城か。
我が軍を抜けると思ったのか。
ち取ったり。騎士に勝る猛将よ。何も知らずにやってきよった。今だ、放て。勝者を守れ。開門したら一気になだれ込むぞ。してるうちに叩きのめしてしまえ。敵将撃ち取ったり。に逆らうという愚か者は。
け取られるな。諸葛亮、風を。激闘の末に董卓を破った連合軍であったが、もはや五漢王朝は完全に権威を失っていた。軍友たちはそれぞれの野望を胸に秘め、自らの本拠地へと散っていく。元安13年、他国の地を平らげた曹操が自ら軍を率いて南西に赴いた。慶州を蹂躙した後、孫一族の勢力圏である江東へと矛先を向けたのである。降伏か当選かで揺れる呉であったが、孫権が決断を下す。呉の存亡は劉備との連合軍にかけられることとなった。長江を埋める魏の船団を前に周瑜らが策謀を巡らせる。各部隊は魏軍の進攻を食い止めよ。飛騰所の防御を怠るな。東南の風まで耐えよ。我に必勝の計あり。渡り合えるとは。
湘南の風。諸葛亮、やつは鬼人か。よし、郊外、作戦を実行せよ。他の者は郊外の援護に向かえ。Come on.
めたまでを。一気に曹操を追い込め。この機を逃すな。噂以上の腕前。私たちも頑張りましょう。
遅れを取るな。ならぬとはな。敵将討ち取ったり。私たちも頑張りましょう。万夫不当の豪傑よ。